動画をご覧の皆さん、こんにちは、ウォタフです。今週も仮面ライダーガイムのおもちゃを買ってきました。ロックビークル01の桜ハリケーン、それから02のローズアタッカーです。桜ハリケーンはガイムの、そしてローズアタッカーは仮面ライダーバロンの専用バイクになります。それぞれのロックビークルを詳しくレビューしていきます。なお、先週レビューしていた時に親指に絆創膏を貼っていたんですけど、心配してくださった方、どうもありがとうございます。おかげさまでだいぶ治ってきました。 それではこの2つのレビュー動画でお会いいたしましょう。おたワでした。